なんか来ちゃったんだけど、ラドン。今度は群れで、しかもこの数って。謎の組織が開発した大量生産型メカラドンでしょうか。違うよ、どう見ても生き物だよ。なるほど、私たちと同じですね。自分はデータ構造のくせに。失礼な。こうして体を持ち、知性を備えた立派なロボットです。自分でロボットって言った。言ってません。嘘だね、聞いたもん。ロボットは嘘をつけません。また言った。嘘をついたからには生物なのでは。何その理屈。それはいいから、何かできることを探して。了解です。次回ゴジラ SP 第3話、ノバエの恐怖。